ヒーヒー。スーパートキナトコ8発射3問 DJ 音寺ピンザピン。シュシュ。俺はあんたのこと知ってます。若葉も実際聞いたことあります。でも俺のイケてるラップを全国へ。美味しいの食いましたか。ねんそれ。俺はあんたの熱いラップが好きだ。俺は飛び跳ねる音楽よりも心を救う音楽をやってる。あんたとなら熱い話ができるぜ。心を救うや救わないじゃなくて、さらに俺はその上心を作りに来てるんだよ。もともとあるものじゃない備え付けじゃねえ。沖縄俺にうってつけ、さらに受付も通らず8小節速攻蹴っておめえの蹴つけるみたいな。もうさ決めつけなんていらない。俺のやり方腕っぷしじゃなくこの口つけ。俺は決めつける大人が嫌いだ。いや普通の道に行けや。俺はこれを選んだんだ。いやお前はあっち向いて共感を得るため、俺はこのワイプで環境を変えるため。いや俺はクソヤバいバースを届きたいんだぜ。あんたはやってるのはポエトリーリーディングか。俺もそうだ。マジで誰かを救いたいんだラッパーとして。俺ポエトリーリーディングやってるなんて言ったことねえよバカ。俺がやってんのはヒップホップさ。ヒップホップって言葉なだけで全て片付くぜ。ソウルもミュージックもヒップホップも関係ねえ。何かにつけて目ひらだとかいいから、自分の知らないもんに名前つけて安心すんな。うちは恥だが自分を決めつけんなよ。いや別にジャンルはどうだっていい。俺だってお前クソダサいジャンルやってんな、だって俺も言われて。そうじゃないぜ、俺の音楽をヒップホップにするんだよ。わかるだろ、あんたの熱いラップも俺はめちゃくちゃ好きだ。だからマジで俺は負けたと思ってね。だから次は音楽で繋いケアしたらいいと思ってる。そう、自分のための信念を持ってることが大事。それができなければ一大事だと思ってる。誰かのカテゴリー蝶々になれなければ誰もいいのさ。何かに分けられたがったりしたって俺はがっかりしちまうな。沖縄来てんだよ、レペテは神奈川行けた。カンタとブチが待ちますか。終了。それではジャッジいきましょう。よろしくお願いします。先行扉。